大事なポイントが3つあります。日本橋にあります、ロッドチェートのシェフの渡辺雅彦です。本日は、深めのアラビアータを、ご紹介させていただこうと思います。使う食材はこちらです。でまずうちのお店の最大の特徴であります、パスタをご紹介させていただきます。通称カラフィグメンことトンナレリです。特徴としては、独特の食感です。太さが 2.1 ミリで加水率が 30% と水分率が低いのが特徴です。加水率が低いことによって麺に弾力感が生まれ、歯切れがよく噛むと小麦の香りがしっかりと感じられます。ご自宅で作る場合は、ペンネやスパゲッティでも美味しく作れます。辛めのアラビアータを作っていく前に、大事なポイントが3つあります。まずポイントの1つ目が、こちらのイタリア産の唐辛子を乾燥させて使うことです。でポイントの2つ目、ニンニクの火入れにこだわること。そしてポイント3つ目が、トマトジュースを、飲んでいるようなフレッシュさと果実感があるソースをイメージして作ることです。この3つを押さえれば誰でも美味しいアラビアータが作れます。それでは早速作っていく工程に移っていきます。こちらニンニクの、みじん切りでございます。みじん切りにすることによってオリーブオイルに、早く香りが移っていきます。細かくしすぎると、香りが移る前に焦げてしまうので、ちょっと粗さには気をつけてください。はい、はい、このぐらいですね。そしてポイント一つ目のこのイタリア産唐辛子をなぜ使うかというと、通常の唐辛子よりカラッとしたキレのある辛さが特徴で、旨味もあります。これを、乾燥させることによってさらに風味が増します。だいたい、オーブンで1時間ぐらいを目安ですね。で、目安としてはこのぐらいパラパラに手で潰せるぐらいがちょうどいいです。それでは、ニンニクに火を入れていきます。火の入れ方としては、弱火でじっくりニンニクの水分を飛ばすように、火を通していくことですね。この時に注意してほしいのが、オイルの中に唐辛子とニンニクがちゃんといるように火を通しています。すごく香りが、いい香りが漂う。ですね、しっかりとオイルの中にニンニクと唐辛子の香りが移るぐらいなんですけれども、まだ炒めていきますね。この鍋の中にその少量のそのニンニク唐辛子オイルを作るイメージです。でだんだん、水分が抜けてきました。
たら、こんぐらいになったら、トマトソースを入れていきます。あ、もう火にかけっぱでも大丈夫でございます。で、今回お店だとトマトソースを、使ったんですけれども、ご家庭でやる場合はスーパーとかで売ってる裏ごしした、トマトピューレ、これに少量の玉ねぎを、炒めてちょっと火を、かけて詰めていただいて代用していただいて、構いません。で、こんな感じですね。そしたら、麺を入れていきます。こちらは、2分で茹で時間入ってますね。で、入れたらさらに一旦混ぜてあげてください。で、ソースはもう一煮立ちしたらちょっと置いといて、ここに塩一つまみ、こんぐらいですね。そして、刻んだ、粗めに刻んだイタリアンパセリ、こちら少し入れていきます。で、茹で上がるまで、置いておきます。そうですね、パスタを入れる直前にまた沸かせば大丈夫です。ポイントとしては、あとはそのニンニクを固まんないようにソースの中に全部なじませて、いいです。で、麺を入れる際はしっかりと、水を切って入れていきます。この時はその麺をよくあまり混ぜないこと、混ぜすぎてしまうとグルテンが出てしまうので、もうちょっとさらっとしたイメージのパスタにしていきます。一旦麺の硬さ見てみます。もうそろそろ仕上げの段階です。このトップちゃんとソースだけでその塩の塩分量も見ていただいて、足りないようでしたら塩を足してください。で、ポイントの3つ目なんですけれども、言ったトマトジュースを飲んでるかのようなフレッシュさが大事で、一見難しそうなんですけれども、その最後にその決まった分量の残りですね、これはちょっと入れてください、トマトソースを。そうするとフレッシュな酸だったり果実感がしっかりと残って、トマトジュースのような感じになってきます。ではもうこれで盛り付けていきます。仕上げにイタリアンパセリをかけて
完成です。ぜひご自宅でも作ってみてください。お店でも昼でも夜でも召し上がっていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。